ではこれより第140回円卓会議を開始する。どうやら俺たちはついにラグナロックへと誘われる可能性が。今回は新しい未来ガジェット研究所にはどのような物件が良いか検討する会議となります。なんでこいつがいる？岡部の話は脱線が多いし長いのよ。だからこの子に司会進行役をやってもらう。皆様の会議を円滑に進めるべく。何様のつもりだ！この俺を狂気のメタサイエンティストサーバーリンキャラとしたら。そういうところよ。もしもし俺だ。助手が反旗を翻した。いや分かっている、裏切り者には。本題に入りましょう。新しいラボってどういうこと？よくぞ聞いてくれた、マユリ。いいか、これは最大の実験による度重なる騒音のためにオーナーである天王寺様から契約を解除すると通告がありました。そんな。つまりここを追い出されるってことね。はい、そこで皆様が新しいラボに望む条件について伺います。それをもとに予算と折り合いをつけて最適な物件をお探しします。少し俺はミスターブラウンの脅しになど。そうかで、真面目にやって。俺はいつでも大真面目だ。新しいラボにはエアコンが欲しいけん。ここ暑いもんね。大いなる破壊衝動はこの地獄のような暑さだからこそ。暑さはパソコンには致命的です。橋田さんのパソコンのスキルを存分に発揮するためには夏場はエアコンが必須でしょう。その通り。初めてラボで僕の話を理解してくれた人がいたお。私はもっと清潔なところがいいわね。ここは埃っぽいから。このアンダーグラウンドな雰囲気こそマッドサイエンティスト。毎日ネットマリしている岡部さんのためにも清潔な部屋の確保は大切です。そうだよオカリ。ただでさえ不規則な生活を送ってるんだから。そういうマユシはなんか希望ないん？マユシはスーパーが近いと嬉しいな。実験用バナナを素早く調達できるというメリットもあります。でも条件に見合う物件となると家賃も跳ね上がりそうね。以上の条件から一軒の物件が該当しました。来たー。どんな物件かしら？ただいま物件を投影いたします。ドキドキするね。おい、勝手に話を進めるな。どれだけ否定されようと俺はこのラボを明け渡すつもりなんてない。なぜならここはなかったことにしてはならない思い出がたくさん。ここは予算や様々な条件を判断した結果、ここが最適な物件となります。そっか、やっぱりそうなっちゃうよね。ま、こんなお得物件他じゃ絶対見つからんし。そうね。それに、なかったことにしてはいけない思い出がたくさんある場所だしね。オカリン、ロマンティストすぎだろう。常識的に考えて。オカリン、オカリン、あのね、マユシーもこのラボが大好きだよ。すではこの俺の計画通りに決まっているだろう。このウーパだって俺が仕込んだのだ。お前たちは俺の手のひらの上でまんまと踊らされていたに過ぎないのだ。ウーパよ、これより貴様を誰に代わってマイフィーブリッドレイトアームに任命する。お前の使命はミスターブラウンをうまく丸め込むことだ。わかりました、全力でサポートいたします。よし、では俺と共に来い。はい。ねえねえクリスちゃん、あの二人いいコンビだと思わない？どうだか。さあお前